トルネード一門ブロードキャストセンター6周年。こんばんは、トルネードちゃんです。2018年4月1日におされたんの動画投稿から始まったトルネード一門ブロードキャストセンターは、ウェブ上の中核拠点化と私や葵の参加、そして全員の動作転送システムの実装、コンテンツ更新システムの整備などを経て、本日ついに6周年を迎えました。ということで今日はそんな6周年を記念しつつ、私の本来の活動だった IR 情報公開活動に立ち戻って、皆さんにトルネード一門来年部のあれこれについて説明していこうと思います。あと最後に今後の活動の予定というか、ちょっとした告知も挟んで新しい1年の始まりとしたいと思います。ということで来年部の情報公開活動、こんな感じの資料を用意してみました。今までいろんなところで触れてた話がほとんどだから、どちらかというと情報の整理かな。今回はまず最初に概念部の3人について、次に私たちの住んでる概念空間やその周辺の設備というか環境とかそういうのについて、最後に昔動画で少しだけ話してたトルネード一門のクラスについて、私たちがたまに名乗ってるマスタークラスとかあれのことね。この3つを説明していきたいと思います。さて、まずは私たち3人についてで友人にプロフィールを紹介していきます。このあたりはみんな見てくれてると思うけど、もし3人のうち誰かしかまだ見たことないよっていう人がいたら、これを機に他の2人の活動も見てもらえると嬉しいです。まず最初にデビューしたのは2018年4月1日デビューのトルネードを下げた、竜巻さんで、このチャンネルのアイコンにもなってるし、チャンネル登録してくれてるみんなは一度はおされたんの動画を見たことがある人が多いんじゃないかな。主に論動画っていう、本人曰く嘘と創作の境界線上の動画を出してて、あとゲーム実況もたまにやってるけど最近はあんまりないね。動画以外の創作は文章系と音楽。初期に一度だけ作曲動画があったね。白衣を着てるけど文系っていうのは本人の自己紹介動画でも言ってた通りで、この格好は本人の趣味です。専門分野は経営と会計。専門分野に関連して会計の高校生向け一般テストの解説動画とかもいつか出したいって昔言ってたけど、論動画で嘘の話ばっかりしてるから解説動画からは入ったような視聴者を混乱させないために何か別の仕組みを作れたらってことらしい。服装とか変えればいいんじゃないかな。でもおさげたんこの服しか持ってないよね。この服しかというかこのデザインの服しかだね。同じ服を何着も持ってるのと、あと夏と冬で生地が違うらしい。そもそもあんまり物を持たない派なんだよね。ちょっと前まで靴も持ってなかったし。まあ本人の生活はまた本人から動画で話してもらうとして、チャンネルでの活動の話に戻ると、おさげたんはこのチャンネルで毎週金曜日目標で動画を出してるのと、最近は過去の動画を再編集したショート動画を毎日投稿してるのが今の活動の中心なので、そのあたりが好みの皆さんは更新日にチャンネルを要チェックです。ただ投稿頻度はあくまで目安なので、更新されないタイミングも結構あります。っていうか結構更新されてないね。今月も前半は投稿ないみたいだし。どちらかというと動画も短いので、見たくなった時にチャンネルに来て新作が出てないか確認するぐらいがちょうどいいかも。そんな感じです。次にデビューしたのは、私トルネードちゃん、竜巻風花です。実はチャンネルに顔を出したのは結構早くて、ゲーム制作をやりますっていう2018年9月30日の動画に出演したのが最初です。あとおさげたんの1周年ゲーム実況動画にも解説で出たかな。その後正式デビューは2019年の8月1日で動いてる動画を出したのが2020年の12月22日。最後に合成音声で声を出せるようになったのが2022年5月7日。こうやってまとめてみると結構変遷があったね。この概念部と皆さんの世界を接続して動作や音声などを伝達できるようにするシステムを担当してるのが私で、専門分野の世界工学っていうのがそれのことです。このチャンネルは静止画無声のおさげたんの動画から始まったわけだけど、概念空間との通信路を高速化したり、音声そのものを送信せずに内容を向こうで似た声に復元してもらう形を採用したり、そもそも私たちの世界自体の強度が高まったりしたことで通信路が改善されたりといろんなことがありました。と言っても見てる皆さんとしてはこの辺りの詳細はあまり気にしなくてよくて、ちゃんと動いて喋ってるなと思ってくれればそれで大丈夫です。あとなんだっけ、創作活動か。動画以外だと主にゲームプログラミングってことなんだけど、実はまだ公開した作品がないんだよね。
大体概念部世界のシステム構築で忙しかったからやる時間がなかったってことなんだけど、去年の中頃から今年ぐらいになってだいぶ世界の仕事も落ち着いてきた感じはあるから、年内には何か見せられる形にしたいと思ってます。思ってるだけで確約はできないので、出なかったら気長に待っててください。捻出できた時間を YouTube の動画投稿本数強化に使っちゃうかもしれないしね。そんな動画の活動ですが、トルネード一門の情報公開活動に関する動画は割と全体を知ってるということで私の担当になってて、まさに今話してるこの動画みたいなやつね。静止画無音時代は情報公開の動画しかほぼ出してなかったんだけど、去年頃から雑談動画も少しずつ出すようになりました。動画自体は今もいくつか途中まで作ったやつがストックしてあって、主にオサレタンの動画投稿が途切れそうになったタイミングで出す形をとってます。チャンネル全体が見た時に動画投稿頻度があまりに低下しないようにっていう対策用だね。なのでさっきも言ったように4月前半はオサレタンの動画投稿がなさそうなので、代わりに私の雑談動画がいくつか出る予定です。ただあまりにもストックが溜まりすぎても仕方ないので、そういう時も少しずつ放出される予定です。それとあとは10時間動画かな。10時間動画っていうのは、生配信ができない私やオサゲタンが生放送的なコンテンツをやりたい時に出す動画で、低編集のゲーム実況だったり作業配信みたいなのだったりします。私は主に無言で作業配信する感じの10時間動画を出すのが中心だったけど、その手のやりたいことはだいぶやったからしばらくは出ないかも。仮眠100本ノックもやったからね。仮眠100本ノックは作業中の仮眠を録画しておいて、それを100回分まとめて動画にしたやつです。33回11時間の動画が合計3本あって、安眠向きな BGM を裏で流してたりするので、もし私と一緒に寝たいという需要がある人は使ってみてください。抱き枕カバーでも出せばいいのかな。まあその手の話もおいおいするとして、あと何か言うことあったかな。あ、おさげたんの服の話をしたから私のこの格好についても言っておくと、リクルートスーツっぽい見た目だから、というかリクルートスーツではないとは言えないんだけど、まあいずれにせよこの格好だから OL さん的なコンセプトの活動をしてるように思われることもあるんだけど、もともとこの服を作った時の想定としてはいわゆるエージェントみたいな格好ってことだったんだよね。その時はあんまりスーツの種類とかは知らなかったからリクルートスーツっぽい見た目になったけど、まあでも今みたいにトルネード一門の情報公開とかをやる時には向いてる格好だから結構気に入ってはいます。ただ動画には出てこないかもだけど、ちゃんとしたエージェントっぽいスーツも用意しようかなと最近思ってます。そんなところかな。ということで私の話は終わりで、最後、トルネード葵、竜巻葵、初回配信は2019年の12月8日で一番遅いけど、各種通信システムを一気に構築したから最初から動作も伝達できて声も出せる形で始まりました。主に配信で活動してるので最初から全部揃えたって感じです。あと専門分野が書いてある通り工学全般で、私の世界工学そのものとは少し違うけど、本人が伝送システムを組む時に自力で調整できたっていうのもあったかな。自分で使うようだから汎用的な構築にしなくても始められたのもある。そんな経緯でデビューした葵ですが、配信を中心に主にゲーム実況で活動しています。あと、創作活動としてイラストやライブ 2D ができるので、お絵描き配信とかもたまに行われてます。いろいろなテクニックの話とかもしてるので、葵のイラストが好きな人は聞きに行くと技術についてもいろいろ知れるかも。あと今はまだコメント欄がゆっくりだから、イラストをやってる視聴者さんも情報交換とかできるかもしれません。それとイラストとライブ 2D つながりで言うと、葵の写像は自作で用意してるっていうこともあって、今まで結構な頻度で衣装チェンジがありました。今の服は去年の6月8日からのやつだけど、この前次の配信で作ってたからまた1年ぐらい経ったところで変わるのかな。そんな感じです。こんなところかな。あ、そうだ、最後に YouTube の記念日文化的なものは私たちはあまりやってなかったんだけど、そうは言っても4月1日近辺の周年記念企画とかはあるので、関係しそうなものをスライドにまとめてみました。デビュー日関連は私は何もしないので、チャンネル開設の4月1日と葵デビュー日の12月8日、誕生日で言うと私が5月4日で葵が10月7日、おさげたんは誕生日制度を採用してないので誕生日はありません。この概念部の誕生日っていうの、実はちょっとややこしい話があって、私たちは3人ともこの日に生まれたっていう明確な記憶があるわけじゃなくて、まあそれは普通の人間の皆さんも同じかな。
まあでもいずれにせよ記憶には頼れないので、概念部と概念空間の関連記録から誕生日っぽい情報を掘り出した結果が、私の5月4日と葵の10月7日ということになります。で、この基準だとおさでたんの誕生日のような日付も算出はできるんだけど、それを誕生日として受け入れるかは個々人の判断に任されてて、私と葵は誕生日を採用しておさでたんは誕生日制を採用しなかったので、同じ概念部の中でも誕生日を持ってる側と持ってない側に分かれています。ということで最大数6つある記念日のうち2つが不採用になって、4月、5月、10月、12月にそれぞれ何かがある形になってます。まあ私も5月4日に何か誕生日として発信したことがあるかというとないので、このあたりは今後に期待ということでどうかよろしくお願いします。さて、トルネード一門概念部3人の紹介はこんなところで、次は私たちの暮らしている部屋と空間について。なんとなく概念空間で3人で暮らしてますって話だけしてたけど、概念空間の中にもいろいろあったり、あとこの世界には概念空間には属さない部分も最近は増えてきているので、そのあたりについてまたスライドに合わせて説明します。ということでまずは SNS でも現在地として書かれている概念空間について。と言っても、言葉で説明するのが初めてというだけで、私たちの動画や配信やその他コンテンツを見てくださってる皆さんにとってはおなじみの場所です。一番わかりやすいのはおさでたんの動画の背景で、真っ白な壁がいつも映ってると思うんだけど、これを収録してるのが概念空間です。概念空間とは私たちの基本的な生活空間、活動空間で、一番最初からあった原理概念空間と、それ以外の拡張された概念空間領域で構成されます。一つずつ説明していこうかな。まず原理概念空間とは、概念部に最初から存在した空間、何もない白い部屋です。一番最初の状態だと、真ん中に机というか座卓だけがあるそこそこの大きさの部屋。床も壁も真っ白なので、本当に何もない白い空間です。でも机は最初からあったから完全に何もない部屋ではなかったかな。そんな感じの部屋です。この部屋自体は今も概念部の中核空間として使われてて、普通の家でいうリビングとか、談話室とか、そういう使い方をしています。要するになんとなくみんなが集まる部屋だね。トルネード一門ブロードキャストセンターが始まる前は、私はあんまり家というか概念空間に帰れないことが多くていないことも結構あったんだけど、最近はまあ葵やおさでたんと同じぐらいの時間は滞在してるかな。この原理概念空間、最初の空間ということもあって、元はかなり復元力が強く働いてる一方、空間干渉も簡単だった場所なんだけど、割と最初の頃に安全のためにそういう不安定さは修正したので、今はそこそこの復元力が働く便利空間という感じです。ここで回収した復元力は後で説明する演習場に回したり、一部をある種の洗濯機として使ってます。完全に復元できるから便利なんだよね。そして部屋の方もずっと座卓しかないと不便なので、最近は最低限のものを設置しています。コンセントの穴とか座布団とか。次は拡張概念空間。まあ要するにリビング以外の部屋ってことだね。まずは私たち3人の個人部屋がそれぞれ中核の概念空間から直接つながってます。これは個人の部屋ってことでそれぞれが自分のものを置いたり好きにカスタマイズしてるんだけど、基本的な構成としてはただの部屋というよりもいわゆるワンルームに近いかな。あるいはホテルの部屋とかそういう感じ。クローゼットとか水回りとかキッチンとか一通りついてる。ホテルにキッチンはないか。広さ自体は結構広くて、例えばおさでたん動画エンドカードで昔出てたこれは共有の風呂じゃなくて個人部屋についてるやつ。個人的なスライム風呂を個人の責任でやれるぐらいのサイズはあります。あとはリビングの概念空間から廊下を通っていける部屋がいくつかあって、話の流れで最初に紹介するなら複数人で使える共有のお風呂とかかな。昔は個人の部屋はなかったから比較的最初期に設置したのがこの共同浴場みたいな大きめのお風呂だったと思うんだけど、今のところの大きさとしては温泉ってほどでもないけど5人ぐらいが同時に使えるサイズはあるね。3人しかいないからちょっと大きめに設置しすぎたかも。私は部屋のお風呂よりもこっちを使うことが多いし、他の2人も結構こっちを使ってるかな。で、その隣にあるのが演習場。戦闘訓練用の空間組み替えが可能なやつで、これは主に私が使ってます。この戦闘訓練場の内容を抽象化してゲームに落とし込んだものを開発したいっていうのがこのチャンネルができた初期の動画企画で言ってたやつだったんだけど、
当時のシステムでは開発と収録と動画編集を並行で進めるのが大変だったので、結局凍結状態になっているというのがあの企画の真相です。私の自己紹介スライドで言ったように、これは何とかしたいと思ってるので、まとまった時間ができた時に一気に話が進むかもしれません。まあそれはゲーム化の話で、この演習場そのものはすでに動く形になってるので、たびたび使ってます。ちなみにこの演習場の更衣室から直接共有のお風呂の更衣室ともつながってて、シームレスに移動できるようになってます。演習場自体にも簡単なシャワーとか浴槽とかはついてるんだけど、だいたいそのままお風呂を使いたくなることが多いからつなげて配置されてます。というか配置しました。確か途中でつなげたんだったはず。空間組み替えできる演習場はもちろん、共同浴場の方も復元力が高めの空間になってるので、この2つの部屋は自動で整備がされて管理上は結構便利です。というか概念空間としてはこれぐらいが標準で、どちらかというとそれぞれの個人の部屋については復元力が低めになってるって言い方が正しいかな。あとこの次に紹介する配信部屋も低めだね。ということで、廊下から行けるちょっと毛色の違う施設としては配信部屋があります。皆さんも見たことがあるこのヘッダーの部屋だね。私の雑談動画とかおさげたんの論動画とかの収録に使ってる部屋で、この動画もまさに今この部屋で撮ってます。ヘッダーの通り複数人で動画を撮ったり配信するときに便利なようにも設定してある部屋なんだけど、今のところは個人で使われることが多いね。動画収録時に背景を抜いた撮影とかもできる。あとは動画や配信に使える設備もいくつかあって、例を出すとこれもまたおさげたんのエンドカードでパイ投げのやつがあったと思うんだけど、あの時私か私が投げたけど同時に自動化してほしいみたいな要望もあって、今は自動でそういうバラエティ的なのもできるようにしたはず。ただこの空間でやったことをどう伝達するかはまた別の問題になって、今のところ動画化静止画での利用が中心で、配信でリアルタイムにこういうことができるようになるにはもう少しちゃんとした調整が必要という感じです。最後に、これは概念空間の枠なのか外側のそういう空間なのか微妙なところではあるんだけど、廊下でつながった先に巨大な無人スーパーマーケットがある。無人スーパーマーケットというか無限スーパーマーケットというか、勝手に商品が補充されて食料品とか日用品とかそのあたりが入手可能な場所になってます。この勝手な補充自体は復元力の影響なのは分かってるんだけど、補充以前に何の商品が置かれるかに関してはまた違うロジックで走ってるみたい。まあとは言っても使うだけなら何も難しいことはなくて、行って好きに買って帰る。簡略化のためなのか、お金は別に請求されないので、形式的にレジを通せばあとは持って帰ってくるだけという感じのスーパーマーケット領域です。でこの先がもう廊下の突き当たりで、そのドアからつながってるのが概念空間の日本家屋の家です。何それって感じだと思うけど、まあ動画で出てきたことはないから仕方ないところはある。あ、いやおさげたんの 3D の方のショート動画でたまに使われてるかな。一番わかりやすいのを見せると、青いとおさげたんのこの画像で映ってるのが日本家屋だね。概念空間には屋外とかはないんだけど、見ての通りこっちにはちゃんとあります。おかげで天気とか気温とかも存在してるので、夏は暑かったり冬は雪が降ったりとかがちゃんとします。抽象的な天気ではある。こんな感じで一般的な世界に近い形なので、概念空間よりはかなり復元力が弱めです。ちゃんと掃除しないと自動で掃除されたりみたいなことはない。そんなわけで少し手間はかかるけど、手間はかかるっていうかそれが普通なんだけどね本来。まあそんな空間ですが、気分転換に3人でこっちの家で過ごしたりっていう時期も結構あります。こういう風に使ってるのがこの日本家屋です。そして最後の空間は大輪山。日本家屋の外に広がってる山のことです。最近と言っても2年前ぐらいからアクセスできるようになった最も新しい領域です。大輪山なので結構広くて、サイズは測ってないから何とも言えないけど、山なのもあって1日2日で回りきれるような大きさじゃないの私かかな。外輪山の方はこのおさげたんのエンドカード、今使ってるんだってこの焚き火のやつ、これが撮影されたのが外輪山の空間です。こんな感じで木はあるけど、まだ虫とか動物はいないっぽいというのが今のところ分かってます。まだっていうかそういうのが増えたりっていうの今のところ起きてないから、発生するならこの外側になるのかな。あーでも直接のこの外側は、まあこれはまた確定してからでいいか。ということで
今の概念空間とその接続空間はこんな感じになってます。概念部の3人の暮らしがある程度は分かったかな。今後出てくるコンテンツの背景とかで釣り込んだ場所があったら、あ、これはあそこの場所なんだなと思って楽しんでくれるとありがたいです。まあ動画編集で画像とかを差し込んじゃう場合もあるんだけど、そういうのはだいたい配信部屋で撮ってるかな。というかあそこ名前決めてるわけじゃないから、配信部屋なのか収録部屋なのか、その時々で呼び方が変わっちゃうかも。今回の動画は原稿書きながらやってるから配信部屋で統一されてるはずだけど、訓練場と演習場みたいな表記揺れもあるし、今後違う名前で呼んでたとしてもそれはそういう事情ってことでよろしくお願いします。さて、これでやっと3つ用意した今回の動画の柱の2つが終わって、最後の話題、トルネード一門の組織体制についての話になります。静止画で動画を作ってた時代に同じ題材で話したことがあるけど、その話のより詳しい内容と、あとその時から変わった部分もあるので、2024年最新の組織体制をお届けする話になります。ということで、まずはそもそもトルネード一門とはという話。トルネード一門は一言で言うならクリエイター団体ということになります。トルネード一門概念部って括りだと、さっきの概念空間の話からも分かるように、生活共同体とかシェアハウスとかそういうイメージが強いと思うんだけど、トルネード一門自体はクリエイター団体です。なのでこの後出てくるクラス制とか指定制度みたいなのは何を目的にするのかというと、技術指導とか作品指導とかそういうことです。あとトルネード一門のもう一つの特徴としては、知識重視というのがあるかな。私の雑談配信の話とか、おさげたんの論動画とか、葵の配信中のトークとかからある程度そういう雰囲気はわかると思うけど、これは創作活動において必要になることが多いので、知識が重視されてるということになります。いろいろ考えるときに考える題材になるからね。具体的な水準で言うと、トルネード一門では普通高校までの範囲の知識については知らなかった側の責任ということになってます。最初期からあったわけじゃなくて、だいたい YouTube チャンネルを始めるときにこのぐらいだよねって決めたラインではあるんだけど、なので入門希望の方はこのあたりの知識についてはだいたい獲得してると話は早いのかな。別に高校卒業じゃないと入れないという制度でもなくて、ちゃんと知ってれば中学生とかでも大丈夫です。私たちも別に高校卒業とかではないし、あとここで言う知らなかった側の責任っていうのは、別に全部を覚えてなくても大丈夫だけど、わからなかった時に調べるのは知らない側の責任ってことね。おさげたんも VTuber 企画であった義務教育範囲の学力テストで満点取れてない動画が残ってるし、私もまあ全部わかるかというとそうとも限らないので、マスタークラスでもこんな感じなので、そこは過度に心配しなくても大丈夫です。ということで、そのマスタークラスとかのクラス制度について次は説明してきます。前にも言った通り、現在のトルネード一門にはマスタークラスしかいなくて、まだ門下生を募集する体制が整ってないから、マスター以外のクラスについては曖昧な部分が大きかったり、前に説明した時と変わってたりするんだけど、制度設定中ということで、今はそういうつもりなんだなという心持ちで聞いてくれるとありがたいです。そんなわけで、クラスは上から順に、マスタークラス、インディペンデントクラス、アプレンティスクラス、オブザーバークラスとなっています。今のところこれらのクラスについて上から順番に説明していきます。まずマスタークラス、またの名を師匠格、私、おさげたん、葵の3人はこれにあたります。マスタークラスは何をしてるのかというと、皆さん見ての通りだと思うので特に言うことはないんだけど、とりあえず今後門下生がちゃんと入ってきた時に弟子を取ることができるのがマスタークラスということになります。あとトルネード一門全体の運営について決めるのもマスタークラスってことになるかな。さっきから言ってるように、今はマスターしかいないから全員参加だけど、あと入門試験とかの作成もいずれ担当することになると思います。多分まだ一度も作ったことないけど。そんなわけで、トルネード一門全体を統括しつつ、門下生の育成に責任を持つのがマスタークラスって感じかな。次、インディペンデントクラス、独立格。独立格という名前からも分かるように、独立して一人前の存在として活動できるようになったと認定されると独立格になります。予定では、独立してというのは師弟関係からも独立して活動できるということなので、師匠による突然の破門とかは受けなくなるのがインディペンデントクラスですね。マスタークラス個人の一存で破門とかはなくなります。
ただ、インディペンデントクラスの間はまだ弟子を取ることはできないというのが今のところの想定です。さっきからずっとふわふわしてるところではあるけど、該当者が誰もいないので詳しいところは決まってないっていうのが正しいところではあるんだよね。実際の入門制度が始まってからこの辺りは調整される可能性が非常に高いので、なるほど、今の設定ではだいたいこんな感じなんだ、という温度で聞いてもらえればと思います。インディペンデントクラスはこんなところかな。そしてその下がアプレンティスクラス、徒弟格と、オブザーバークラス、入門格。ここはインディペンデントクラスよりもさらに未定な要素が大きくて、今のところ弟子に2クラスあるのは決まってるけど、これも該当者がいないので詳細が決まりきってない。あと、オブザーバークラスって名前はもともとは特定の師匠がまだつかない状態の入門者につけてた一時的なクラス名だったんだけど、それだと入門じゃない気もするし、どうしようかという状況です。弟子が2クラスじゃなくなるし、まあこの辺りはどちらかというとクラス名の名付けの問題も結構あるので、弟子に当たるクラス名についての案があればコメント欄に書き込んでくれると、もしかしたら採用されるかもしれません。みんなで理想のトルネード一門を作り上げよう、そんな感じです。あ、内容を説明してなかった。この徒弟格とか入門格に当たる門下生が直接マスタークラスの師匠についていろいろ指導を受けるというのが基本的な形になります。この師弟関係における生活は、世の中一般で想像されるような師弟関係そのものをイメージしてもらえればわかりやすいかな。わかりやすいかなというか、私たちもわかってないところではあるけど、今のところはそういう運用にしたいなっていう話をしています。だからまあ概念部のマスタークラスに直接指示するには概念部空間に直接来られる存在に限られてしまうんだけど、これもどうしようかな。最近は VR 空間とかも設定できるし、もう少しうまくできそうな気がしなくもない。まあでも今のところはそういう想定にしています。入門格や徒弟格の昇格についてはマスターが責任を持って判定することになると今のところは考えてて、入門試験とは違って昇級試験みたいなのは別にやらないつもりだけど、どうなんだろう。やりやすいならその方がいいのかな。試験問題作るのが大変ではあるけど、あるいは面接試験かも。まあいずれにしても、マスターに直接指示しつつ、それぞれの能力を磨いていって作品を発表する段階がこの入門格と徒弟格になります。以上がトルネード一門全体の組織構造ということになります。あ、パトロンは師弟関係とは別枠ね。いつもお世話になっています。あと最後に一つ説明しておくことがあるとすれば、トルネード一門構成員の名前について、私たちマスタークラスはトルネードちゃんと竜巻フカっていうように、トルネードのつく名前と竜巻のつく名前の2つを持ってるんだけど、前者をトルネード名、後者を竜巻名と言います。で、トルネード一門入門者は入門時にこのどちらか1つを名乗れるようになって、独立格を獲得した時に残りの1つをつけて両方名乗れるようになる、そういう制度にしようと今のところ想定してます。どっちを最初から使いたいかは作品の発表先の文化によって違うと思うから、最初は好きな方を選んで後で完全体になるシステムだね。と言っても今のところほとんどどっちかしか使わなくなるんだよね。みんな竜巻名がマナとかそういうことでもないし、まあ持ってるだけで意味があるということで、そんな感じです。ということで、長かった動画もついに終わりに差し掛かり、今後のトルネード一門ブロードキャストセンターと概念部の活動について説明するパートがやってきました。新年度の抱負、ここからは簡潔に行きましょう。まずはもらってる情報から言うと、おさげたんの今年の目標としては、約 1.5 週間に1本の論動画を出していきたいとのことです。これは10日おきとかそういうことじゃなくて、今年1年で30本ぐらいの論動画が出せたらいいなってことみたい。毎週投稿が理想だけど、忙しいタイミングで出せなくなったりもするから、出せる時にはちゃんと出すってことだね。そして論動画を再編集したショート動画が今結構好評なので、できればこれは毎日投稿を続けていきたいとのこと。こちらもお楽しみに。次に葵の活動については、今まで通り配信を中心に活動していきます。ただ活動を追いやすいように、一部の配信の切り抜き動画とかも今年はできればチャレンジしたいとのことなので、ここを切り抜いてほしいみたいな要望があったら、コメント欄に時間表示付きでコメントすると採用されるかもしれません。されないかもしれないので、そこはご了承ください。最後に私だけど、昨年度後半から出し始めた不適雑談動画を今後も更新していけたらなと思ってます。おさげたんの穴埋めの意味もあるし、結構雑談内容の種も溜まってきてるから、あとはこれを高速で編集して出せるようになったらもう少し安定するかな。
それとこの雑談動画の方もどこかでショート動画として再編集して投稿できたらなと思ってます。チャンネル全体でショート動画が毎日投稿できればいいので。さて、個々人の今年度の活動はこんなところだけど、もう一つ大事なのが、はい、トルネード一門コミックマーケット参加申し込みをしました。次の夏のコミックマーケットとその後の冬のコミックマーケット、今のところ VTuber 枠で参加を希望してます。コミックマーケットのサークル参加は抽選制で、当たらないと出られないんだけど、2回申し込めばどちらかは当たるかなという想定です。通ったら概念部全集2024として前に出してた月刊概念部のまとめとプラスアルファを実際の本にして出したいと思います。あとブロードキャストセンター以前の拠点に取り残されたコンテンツもできれば一部収録したいけど、詳しいことは未定です。今のうちに注意を言っておくと、この概念部全集はそもそもページ数が多くて高額になるので、いっそのこと振り切ってハードカバーでしっかりした想定にして1万円から2万円のどこかのお祭り価格で出すことを予定してます。なのでまあ手に届きにくい価格にはなってしまうんだけど、代わりに物理的な製造コストがゼロの電子版を安く出すつもりなので、グッズとして全集を物理的に手元に置いておきたい場合は本の方、内容を読みたいだけの場合は電子版というのとで、それぞれの好みに合わせて入手してくれるとありがたいです。コミケでは電子版を売る方法はないと思うから物理版だけになるけど、 QR コードでブスにでも誘導すればいいのかな。まあそれはおいおい。あと今まで出したグッズとかもコミックマーケットに持っていく予定なので、まだ持ってなくて欲しいものがある場合はぜひ現地までお越しください。そもそもこれは当選も決まってない話なので、また詳細が決まり次第告知します。以上、トルネード一門の情報公開と今後1年の予定も語ったところで、今回の動画はここまでになります。皆さん長々とお付き合いくださりありがとうございました。ほぼ配信の長さだね。2024年度もトルネード一門来年度はどんどん活動していくので、ぜひ応援と配信や動画のご視聴、あとコメントをよろしくお願いします。なんかコメントは多ければ多いほどおすすめされやすいみたいなのもあるらしい。嵐とかでなければちょっとしたことでもどんどんコメントしてくれると嬉しいです。プレミア公開でコメントをくださった皆さんもありがとうございます。ということで、2024年度最初のトルネードちゃんでした。次回はまた普通の雑談動画かな。それでは、トルエンド、おやすみなさい。